中央即応連隊は、栃木県宇都宮市の宇都宮駐屯地に駐屯する、陸上自衛隊陸上総隊霊下の連隊である。略称は、CRR、または、中即連、部隊のシンボルマークに、トモエモンを掲げる。海外派遣や、国内の有事における緊急展開部隊であり、編成等も含め、アメリカ陸軍の第75レンジャー連隊とよく似ているが、 同連隊のような空挺資格とレンジャー資格の保有者のみで構成された部隊ではない。任務の特性状態の部隊よりも消火器の射撃訓練を重視しており、日本一実弾を使う部隊とも言われていた。陸上総隊の主幹部隊とされており、災害やテロゲリラ攻撃といった緊急事態においては、方面隊の増援部隊として迅速に行動、対処し、 国際平和協力活動等においては、全見部隊等として活動する部隊である。当初は、中央即応集団の創設までに、緊急即応連隊との名称で1100人規模の部隊として発足する予定であったが、自民の確保に困窮し、計画が先送りされた。その後、名称は、中央即応連隊へと変更され、構成隊員は、 全国から選抜されると発表された。そして2008年3月26日に宇都宮駐屯地に新編された。部隊編成は連帯本部及び本部管理中隊と3個、普通科中隊施設中隊及び爆発装置処理隊。構成隊員は選抜制ではなく志願制をとっており、平均年齢は31歳。 レンジャーや空挺など特殊技能を習得した隊員は全体の3割を占めている。本部管理中隊には、情報招待、対戦車招待、重迫撃砲招待、衛星招待、核普通過中隊には、狙撃班が編成されている。2017年3月には、施設中隊2019年3月には、爆発装置処理隊を編成しており、 一般的な普通可燃隊とは性質を意味する。海外派遣の先遣隊等への主要なフォースプロバイダーとなることから、軽装工機動車、96式送輪装甲車、輸送防護車といった送輪装甲車や防弾仕様に改良した高機動車、73式大型トラックなど車両約100両が導入されているほか、宿営地造成に使う施設機材など海外。 活動用の各種装備品も保有している。部隊が所在する宇都宮駐屯地は、同じく、栃木県宇都宮市に所在する北、宇都宮駐屯地との距離が近く、C-1 や C-130 輸送機、あるいは北宇都宮駐屯地に常駐している、ヘリコプターの活用も可能である。この部隊の個人装備の特徴として、全体員が左肩に、 LEM サプライ製の上腕ポケットを装着していることや89式小銃のバイポットを式展示を含めて取り外していること、対人狙撃銃に迷彩塗装を施し使用していること、大半の隊員が 9mm 拳銃を装備することなどが挙げられる。また、陸上自衛隊で初めて砂漠迷彩の戦闘服を使用した部隊でもある。2011年2月12日、 タイにおけるな加速連隊員2012年96四季総林走校舎から下車するな加速連隊員中央速応連隊連隊の編成は旅団霊下の普通科連隊のそれに準ずるが厳密には異なる防衛省人事発令2015年3月30日閲覧ありがとうございます